奈々ちゃん、はい、矢作千鶴子さんは5人のお子さんを育てたんだって。お仕事をしながらだから大変なこともあったでしょうね。昨日の続きの続き。この番組は横浜元町ハンドバッグの北村と横浜駅北東口横浜ベイクォーターの提供でお送りします。港から吹き抜ける優しい潮風、伝統と最先端がコラボする街、彼と一緒に歩くストリート、出会いの街、横浜元町、横浜元町ハンドバッグの北村。今回もキャプテンは横浜ブリキのおもちゃ博物館館長北原照久さん、ナビゲーターはトラディションジャパン代表理事矢作千鶴子さん、そして私朝倉奈々の3人でお送りしてまいります。矢作千鶴子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。教師をしていた時代は3人お子さんいたんですよね。うん、そうなんですよね。うん、じゃあその後にもう2人儲けたということで、主人がちょうど通ってた大学を卒業したもんですから、はい、まあ、開業医学部を卒業して開業できましたので、うん、まあ、する支度も含めて学校を辞めてお手伝いの時期に入りました。うん、はい、ああそうなんだ。で3人、まあ、子育てしながら、うん、でちょうどその時に4人目が生まれたんですけど、ね、昨日 の、 あの後半の部分でその3人の子育ては、ね、はい、教師をしながらでも楽しかったっておっしゃってましたけど、うん、そうですね、その時お子さんたちは大体おいくつぐらいだったんですか？その時は上の子が4歳、はい、2歳で生まれたてみたいな。0歳そんな感じ。0歳ってでまだこう母乳あげたりとか。いやね、2ヶ月ちょっとで復帰してたんですよね。だから保健室で搾乳してましたよ。本当ですか？作品分からないかもしれない。なんか北原さんピンときますか？うん、いや全然。それってどんな気分でした？うん、だからおっぱいが張っちゃうんで、はい、だから搾乳しないとダメじゃないですか。で迎えに行った時に飲ませてあげようと思うんですけど、はい、まあ、そういう意味で冷凍してさらっとおっしゃいますね。わかります？うん、この感じ、この感じ。まあ、おっぱいがその子供にあげるため の、うん、子供がいないから保育園で、うん、そう定期的に飲ませないで、ね、そう私もね、うん、産んで復帰した時に私舞台の司会とかもしてるんですけど、うん、1日3ステージ朝昼晩ある時にその合間、うん、自分の控室に戻って、うん、こう搾乳をして、うん、搾乳してね。絶対誰もステージを見に来てるお客さん、うん、この人控室でこんなことしてるって思わないだろうなと思いながら、ね、子育てってみんなこうしてきてくれたんだなとか思ってたんですけど、うん、そうだね、大変な思いだな、ね、3人もね、4歳2歳0歳って、うん、そうですね。だから保育園ですから、はい、本当に時間の時短ですよね、うん、どうやって時間をこう削減するってこう、あれもそういうことばっかり考えてましたよね。もう試合にはもう8時40分までに学校行かなきゃいけないっていうことで、うん、うわ新幹線があるじゃんっつって、うん、新幹線通勤をする決意をして、新幹線で、はい、それもすごいことだな、ね、そうなんですよね。まあやればできるっていう、そう、まあやればできるし、やっぱり頼もしい、うん、やっぱりガッツがあるんだろうね。ねえ、さあ今日はね、はい、千鶴ちゃんが大好きな曲をね用意したんでね、いい曲なんだよね。そうですね、うん、もう本当にこの曲には本当に励まされるというか、うんうん、本当にいい曲ですよ ね。 そうだよね。じゃあ矢作さんのなんかこう人生のテーマソングみたいなものなんですか？うん、そうですね、本当に私の今の私に送られている、うん、まあなんか応援歌みたいな感じだといつも思ってましたけど、はい、竹内まりやさん人生の扉。春がまた来るたび一つ年を重ね目に映る景色も少しずつ変わるよ。陽気にはしゃいでた幼い日は遠く
素晴らしいね。ちょうどちゅうちゃんがね、うん、今の50だからね。そうですね、うん、ちょうどだからこの歌、うん、分かるよね感じが。はい、うんうん、もう小さなことも覚えていたい、うん、はい、と心がいったみたいな。そうですね、うん、でも自分が立ってる年っていつもいい年だなと、うん、多分私60になってたらもっといい年だと思うんですよね、うん、あ、もうね、あの僕たちはね、その個性心理学で言うと、その我が道を行くライオン、うん、その特徴として、はい、今が一番いいって思う。だからもう40代でも今が一番いい、うん、50代でも今が一番いい、うん、僕は今65じゃない、うん、でもやっぱり今が一番いいわけ本当に、うん、これ負け惜しみなく、うん、負け惜しみでもなく、うん、今が一番いいって僕は思えるんで、うん、だからちずちゃんもそうだよ。本当にそう。俺たちね多分80でも90でも今が一番いいみたいな。それって素敵なことですよね、うん、本当にそう思います。そうだよね、はい、そう思えるように頑張ろう。いやそうだよ。でもあのまあ、僕はちずちゃん、ちずちゃんって呼んでいるんだけど、はい、まあ、八木ちず子さんは本当にね、そのいくつになってもやっぱりいろんなチャレンジというか、逆に今の方がチャレンジしてるよね、いろんなことに。してますね、どんどん本当にアイデアが湧いてきますね、うん、へえ。アイデアが湧くだけじゃなくて、はい、すぐ行動に移す、ね、これがね素晴らしいことなんだよね、はい、ということでこの続きはまた明日。それでは昨日の続きの続き、今日はこの辺で。おしゃれなレストランでグルメを満喫、着心地のいいファッションや可愛い雑貨、インテリアなどなど、あなたの楽しみがいっぱいの横浜ベイクォーター。海のそばで潮風を感じながらショッピングやグルメを楽しもう。横浜駅直結、横浜ベイクォーター。今日の話は昨日の続き、今日の続きはまた明日。声とアイデアは北原照久さん、矢作千鶴子さん、そして私朝倉奈々でした。この番組は横浜元町ハンドバッグの北村と、横浜駅北東口横浜ベイクォーターの提供でお送りしました。